鳥さんたち。ああ、ゲームでいうパラメータマックスってやつですか。ありがとうございました、ドツクさん。あなたのおかげで私ひょっとしたら優勝できるかもしれません。職員室で会いました。左手を上げて、右手はここ、腕のホールド崩さないでくださいね。言ったでしょ、実験に付き合ってって。土帝夜行が行った大呪術、大いなる魂のメソッド、大山不訓祭にね。レク君、会った時からすごいけど、体育祭で改めてやっぱやるなって感じだ。そんなことないよ、個性にはいいとこいっぱいあるよ。例えば、場所は学校だな。ここは館内学園。よし、リンゴ。え？向こうからですよ。私から言うわけないじゃないですか。だろうな。で、そんなの普通断るに決まってるじゃないですか。考察と問題点を私なりにまとめました。局長に提出をお願いします。執行官の意見など聞いていません。いや、その彼はウサギ。そう、ウサギちゃんだよ。ぴょんこぴょんこぴょんのぬぴょんぴょん。夏の終わりはいつもアルマゲドン。黙って見てるしかできないんですか、一星先輩。どうする。第四艦隊には帰還命令、同時にこれより聖地攻撃用の艦隊を編成する。撃って出るぞ。